皆さんこんにちは。最高位戦日本プロ麻雀協会の朝倉浩信です。今回はジャンタマキリン戦2023の振り返りを行いたいと思います。今回私と一緒に振り返りを行ってくれる麻雀プロはこちら、Fリーグ U-NEXT パイエス所属麻雀連合の小林剛さんです。よろしくお願いします。はい、小林剛です。よろしくお願いします。はい、小林さん、なんか最近よく来てくれてますけども。そうですね、ジャンタマの画面にもようやく見慣れてきました最近ご自身でもチャンネルを始められたということで。そうなんですよね。ジャンタマ配信の予定とかはないですか？今のところないですね。今のところはない。なんか何やるか全然決まってないので皆さんに知恵を募集中ですそれでは早速今回のキリン戦について、優勝者のカリュウさんに注目して振り返りを行っていきたいと思います。カリュウさんのプロフィールはこちらです。麻雀歴8年、ジャンプ面前よりじゃないかも、一言、キリン戦も一姫と一緒に頑張ります、ジオキャラ一姫ということで、面前よりじゃないかもということはよくなくってことですね。うん、はい、王座の間での成績データを見せていただいたんですが、まあフード率は平均ぐらい 32%。 そうですね、うん、32%、 王座の間のフィールドで多分結構平均に近い感じの、そんなイメージがありますね。はい、あの M リーグだとよくなく人、よくなく人になるけど、けどまあ、そのあたりはルールと傾向の違いとかもあるので、はい、上がり率とね、補充率の差が実はこれすごいいいんですよ。上がり率引く補充率の差の数字が優秀だとやっぱ強いみたいな。これがね、うん、実はかなりいいんですよ。僕よりいいんですよ。朝ピンは上がりが少ないのかな。僕より上がりが 1.4% ぐらい多くて、補充はまあ 1.2% ぐらい確か多かったんですけど、うん、まあでも僕より差が良くて、で上がり点も高いんですよ僕。上がり点と上がり率が高いわ。そう、すごいね。で僕がまあ勝ってるのは龍極天杯つくらいなんですけどその差でちょっと勝たせていただいてるんですけどでもなんかやっぱ上がりと補充の差が高くて、しかも風呂率僕より低いんで、相当多分押し引きのセンスがすごいんだろうなっていう感じですよね。そんな下流さんに注目して早速パイフの方見ていきたいと思います。はい、では早速1回戦のパイフです。全員史上戦優勝者ということで、相当レベルが高い卓なんですけれども。なるほど。はい、まずいきなりトンが出ました。別に迷うところはないです、ね、いやまあわりかし迷う人は多いと思うんですけどこれ迷うんだしかも緊張感のある1戦目でこんなね、1巡目にいきなりちゃんとなくスポンですよ。ちゃんと候補5、6個あるでしょ、まあ、ということでね、カリュウさんも、はい、ポンですね、はい、ポン、まあ、ウーピンチーするかとか思ったんだけど、ポンする前、あ、ポンする前に一通か本一かみたいな、まあ、そうですね、やっぱりこの絵ってあの仕掛けるなら、まあ、もちろんかわしても見るとはいえ本一になるとやっぱり理想っていう感じですよね、うん、ちなみに自分でこれウーピンチーって言って面白いなと思ったけど、この形から1巡目にウーピンチーとかはやったことないけど、泣くこれ泣きそうですねすごい2面つぶっ壊すウーピンチー、マンガンが結構はっきり見えるから泣いちゃいそう、うん、むしろトム泣く方が若干怖いっていう感覚が あるんで、トン泣いたらあもう上がりだって感じだねまあこのトン泣いた時の上がり率は 40% 弱ぐらいですかね、うん、だってこれ今のハイパイにトンあんこったら勝ちじゃないですか大体ね。トンあんこったらまあまあ、うん、じゃあトンポンと何か違うのかな。それは守備を考えながら手を進めるのと守備を、ね、考えずに手を進められるのの差はありますよ。トンのあんこ落としなんてどうせしないでしょ。いや、しますします。トーズが伸びてこれでまあかわしてルートかなと。勝ちましたねでもここで同腕はまだ置いて、ちょっと同腕の横伸びも見てるって感じですね。まあウーマンとかチーマンとか引くと劇的に広くなるんでね、うん、はい、でウーソーが出てチーして南端期と。うん、俺はもう短期の待ち会を考えるだけで、あんまり現状南端期よりいい自敗がなさそうなんで、ね、そうですね、まあピンズが後継になった時ですよね、リアムパーピンとかイースーピンあたり引いて、チーしての待ち会もないので、うん、ドラの初かこのままかですね、はい、と思いきやなんかトイメンさんが3万をチーしてなんと初ドラ4のテンパイしておりました。すごい、3万チーしてガンリャンマンこれすごいな。これはちょっとね、上茶さんかわいそう。これはつかんこんな守備的な構えで8000打っちゃうなんて、うん、はい、ということでトンパツは8000横移動と。この曲はそんなに特になかったかな。サクッといきますか、うん、ちょっと待ってくださいね。はい、トン3曲チュンが出ました。当然ポンしてもう小林さんに聞いたら全部当然って言いますけど当然ではないですから。でも役とメンツができるのを何を拒否するのか、ね、上がりに近づくがまず、まあ、大事だとは思うんですけど、うん、上がれるかどうかは大事だと思うんですよ。3割ぐらい上がれんじゃない、うん、上がれないのに守備力落とすのはやっぱ良くないじゃないですか。いやいや、振らなきゃいいんで守備力落とすと補充に繋がるわけです守備力落ちてもそんな補充繋がらないしね。これが泣いて上がれるかなって判断するかどうかは人によると思うんですよ。例えばこれ泣かないと、うん、泣くと 30% 上がって 10% 補充みたいな感じになると思うんだけど、はい、10% では効かない気がしますね。補充率は 10% もしないか。いや、もっとすると思いますよ。え、ほんと 10% 以上する気がないけどな、うん、全然。泣かないと上がりが 30% から 20% ぐらいに落ちて、
相手の上がりが増えてる分補充率が増えないのかというと怪しいと思うんで、うん、泣いた後の守備力に相当自信があれば多分 10% ぐらいで済むのかもしれないですけど、最近 AI とかでも泣いた後の形で上がり率と補充率が出ると思うんですけど、うん、これ 10% では効かないですね。この感覚では泣いたら30の10で、うん、泣かなかったら20の11みたいな感覚なんですけど、ね、まあ泣かない時の上がり率と泣いた時の上がり率は多分僕もそんな感じかなと思うんですけど、泣いたらもうちょっと補充しそうだな。いや泣かなかった場合に相手の上がりが 10% 増えるわけですよ、はいはい、まあ、3% ずつ増える、うん、3% ずつ増えてるのに自分の補充率が 10% より下がるのかと言われるとね、私は守備力に自信がないのでそんなことはできませんね。でも結構そのテンパイしてるっていう状態って補充しますよね。そうだね、うん、テンパイすることによって補充するっていうのもあるんで、これだと遅くて愚形の安いテンパイで補充するケースですね、うん、この泣かない場合に、まあ、テンパイ順目が多分まあ7、8順目ぐらいとか早くてそのぐらいかなっていうイメージなんで、僕は泣かないと遅い順目に面前で手詰まるか愚形安いテンパイで押すか結果補充、うん、相手のテンパイ率が上がり補充なイメージですね、うん、こういう議論は昔もいっぱいした気がするけど、うん、カリさん泣きました。一般的には多分これ守備力を捨てて上がりに行ってるっていう方針だとは思うんですけど、はい、小林さんは違うと面白いですね。私は守備力が上がってると思います。相手のテンパイより相対的に速くなるのでこっちが危険入切るっていう回数が減ると思ってますね、うん、で一枚ゲーの発残して、うん、こういう進行が良さそうですよね。でこれは E1 の方が安全っていう判断ですね。ジャントがないから初の重なりも見たい気もするんで結構難しいかなとは思うんですけど、うん、で親がなんか親じゃないドラが増えた、ペーチャがローピンを冠してドラが数ピンとパーソー、数ピンパーソーになった。ただもうサブローピンが相当きつくなりましたね。これで冠されてドラ表にめくれて、うん、ああ一気にきついですね、うん、これでちょっともうなんかだいぶやめ気味になりそうですかね。3ピンパーソーチーマンときて漫画だけど、うん、全部苦しいね。パーソーもできれば切りたくないですしね。もうこの辺りで結構ひよっちゃいそう。えもうやめるんだ。他リャンピンか E1、うん、あまだリャンピンから行くかな。とりあえず E1 はなんか消費したくないって感じがしますね、うん、まあ、Q1 リャンピンが通った。おお予定通り。でいい形のイーシャンテンになり、ただローワンが当たり牌で、これローワン当たるは読めないね、うん、全然トイメンさんがテンパってんのね。これもうしかも読めないというか普通に危険牌ではありますけどね、うん、限定はできないけど普通の危険牌の一杯って感じ、まあ、こういうやっぱフードが多い状況ってまあなんか王座の間の対局とかで結構よく見られるとは思うんですけど、あんまり M リーグとかだとないじゃないですか、うんうん、なんかこういう時の押し引き難しいですけど結構テンパってるって思った方がいいと思うんですよね。このなんかこう2人いてそこそこに詰まってて危険牌限定されてないけど、うん、だ M リーグよりはだいぶテンパイ率は低いかなと思うね。そうですね、うん、まあ、ただ2人いて順目も深いしとかで、ただ果敢の人がね捨て牌が分からなすぎて ね全部危ないから、まあ、うん、テンパってたとしてもほとんど通るって思っちゃうんでね、うん、まあ、なんか E1 手出しとかがちょっとおかしいんで厄介はありそうだなみたいなの読めるかもしれないですけど、こういう時やっぱ愚形でなんか無筋持ってきちゃうと僕テンパイからでも結構やめたりするんで、特にドラがやっぱチュンチャンパイ2種類だと怖いですね。これ8000のイーシャンテンだったから、うん、まあこれはしばらく行くだろうけど結局ポンしようとしたらロン、うんうん、ポンしようとしてロン、なんかローワンポンしてパーワン打った後に変なハイ持ってきたらなんか頑張って降りるみたいな感じにしそう。全部押しちゃっていいんじゃないかな。でこの曲そうですね、親でチートイスとメンツで両方見える感じのタンヤオの光景、まずこのチーピンはどうでしょう。あチーしそう、うん、チーしてかなり手広いくっつきのイーシャンテン、ツーマンとチーソーのくっつきですよね、うん、これは僕も泣きそうだな。泣かなくていい街いい手になることがあんまりない気がしてね、うん、まあないことはないんだけど、でも結局ピンズのシャンポンがカンチャンになりそうで、なんかうまくこの3-3-6-8-8から先に埋まればいいですけどね、うんうん、それが埋まってもなんか後継転配するかは限らないし、うん、赤もドラもないんでなんかサクッとここはなんかかわしてっていうと変ですけど、うん、なんか一曲消化してもう一回親番やりたいみたいな感覚ですね僕は。これチーするとかなりテンパイも上がりも相当増えると思うんでね、うん、この手面前進行は相当きつい気がしますね。このあとローワンとか引いたとしてやっぱりポンテンチーテンを取るんで、うん、まあ3ワンとかローソーとか引いてもポンテンチーテン取った方がいいぐらいだと思うんでね、これは泣きそうですね、うん、小林さんにこう言うと多分いや違うって言われそうだけど、なんか赤なしの、トップが偉いルールだと結構スルーする人が多そう。よくわかりません。でしょうね。で数ワン引いたけど E1 切ってるんでその銀になりましたと。数ワンは瞬通で伸ばしたいんで、うん、2枚はいらないですね。そしたら下茶さんにドラポンが入りました。
よくわからんからまっすぐチーソー行くかな。小林さんはやっぱ期待を裏切らないな。ここでカディさん対応してるんですよね。もう、うん、ローワン現物。ただスーワンはそん、まあ、チーソーよりは切りやすい気もするけど、うん、そうですね、まあ、多分泣かれてないとかも多少はあったんでしょうけど、うん、まあ、ラグ読みとかもちょっと入ってるかもしれないし、もうこのチーソー行っちゃった方が一番上がり率が上がって補充率下がりそうな気がするんだけど、うん、あ、まあ、ベタ折りの方がさすがに補充率は下がるけど、うん、ちょっとやっぱりチュンチャンパイ多いのが気になる感じですかね、うん、9万が出てきた、怪しい、うん、ローマンの後9万怪しいですね。どう読むんでしょうね。実際ペンチーワンのテンパイなんですけど、うん、前順の急走切りも含めて3色っぽかったと読めた方がいいのかな。そして牌が結構下に寄ってるというか、うん、ピンズも上ブロックなんか持ってそうな感じはするし、ソーズは9ときっとまあ7か8を持ってないことはないんで、って、うんうん、考えると3色絡みの、ただペンチーワンにするのかっていう疑問がありますけどね、最終形を。そうなんだよね、まあ、9万シャンポンにするんじゃないのっていうね。だからそれよりペンチーワンの方がちょっと読みから外れるのかもしれないな、うん、どこまで駆け引きがあったのかちょっと分かんないですね、うん、これは。そしたらこのチーワンが出るんですよ、しかも。おあ、テンパイだ、はい、とか一巡前からテンパってたの、うん、これ。そうですね、現物待ちの感動ワンだったんですけど、ガブワン引いて、まあ、ウッパーワンを打つかチーワン打つかの選択で、待ちもやっぱローワンが2枚切れてるんでっていうことでね、チーワン打って、そんな当たると思わないな、やっぱちゃんと考えると。いや、お見事、うん、これは相手の裏を書く、うん、いいペンちゃんですね、うん、心理戦だったのかもしれないですね、これは、うん、あ、そうだ、この曲ちょっと良かったな、あれ、はい、で何2曲で結構点数は平たい3着目ドダがチーピン、下茶さんからパーピンが打たれて、まあ、現状はハクとウーワンとパーピンのシャンポン系とカンチーピンのイーシャンテンっていう感じですね、うん、供託2本一巡前の3万が迷うところだけど、ドラのカンチーピン外せないし、かといって固定もできないんで3万切りになりそうですね、うん、3万切りすごいいいと思いますね、うん、カンチーピン固定は最終形弱くなりすぎますよね、うん、3万切って全部なくのが一番上がり率高そうですね、うん、はい、で供託2本なら点数も十分と、うん、3万が一番良くてその次がウーワンって感じがするな、前順か。お、有効牌の枚数だとウーワンかパーピンで、はい、ドラカンちゃん固定は嫌なんで、うん、ウーワン、まあ、ウーワン切りのメリットはマンズの両面変化した時の形が一番いいってことですよね、うん、でもなんか3万が一番良さそうな気がします。3万が全部泣けるんで3万がいいかな、うん、でパーピンをポンして白バックのテンパイ、勝負手のテンパイですね、うん、はい、3300のテンパイです、うん、でね、このテンパイよりもねこの後が良かったと思うんですよね。はい、神茶さんからスーピンギリーチが入りました。ドラのチーピンいらん。でもこれ結構打てない人も多いと思うんですよね、やっぱ。アンパイはいっぱいあるんですよ、割とアンパイ候補らしい気配が、ハクハクパーワンウーワンウーワンみたいな。おお、これはしばらく押しそうだな、うん、まあ、供託3本あるっていうのがやっぱ大きいですかね、特に、うん、このパーピンポンがなかったら結構かわいそうな感じもしますね、まあ、この供託あったら押すんですけど、うん、このパーピンポンと供託の本数によってかなり押し有利な感じになってる気がします。でなんとすぐ白が出て、うん、チーピンをしっかり押したのが良かったですよね、はい、あとこれ私が長年主張してる誰からも納得されないセオリーでね、はい、ドラは一発で打てっていうのがあるんです。なぜなら一発で打たなくてもどうせ高いので、むしろ一発でドラだとね、イーハン助かる可能性がある。2600かもしれないじゃないですか、リーチドライチ26から3球ぐらいだった時に一発とドラで倍になっちゃうんだけど、うん、例えば4班の手だった場合ね、例えば面単品ドラ1とかだった場合は一発で打っても点数が変わんないんですよね。8000で済んだって言っていいのかよくわかんないですけど、一発で打たなくてもドラで打ったら高いので、うん、一発でドラなんて絶対切れないよっていうのはおかしいと思ってます、うん、まあどうせ打つんだったら一発でも一発じゃなくても変わんないよってことですね。あと逆のセオリーは結構僕使うんですけど、その端っこは一発じゃなかったら結構打つんですけど、一発はちょっとなみたいな感じで避けることが結構多くて、ああ、タイヤをつかない方を一発で上げちゃったらしょうがないみたいな、はい、安いリーチかもしれないっていう時にわざわざ一発で打って高くしちゃうのはすごい嫌だなみたいな、うん、ということで今のはドラは押しましょう、うん、この曲ね、オーダスなんですけど、かなり上が僅差の3着目、まあ上がり競争みたいなもんですね、3400差と3500差、うん、上がりやめはないんですよ。なるほど、で上がってもレンチャンにはなるんですが、まあ、とにかく上がって着順を上げたいですよね一回、うん、ドラドラ赤なのか、はい、勝負手、うん、でまあウーワンが出て、これはチーですね、まあ、チーですね、はい、うん、46でチーですね。あとはピンズでシュンツ2つがほぼできるので、あとはソーズでタンヤオか何発の厄介かですね、そう思うじゃないですか。おう、ん、あ、ウーピン切ったの、ウーピンを切ったんですよ、これも。へえ。ターツが一応まあできたんですよ、足りたは足りた、はい、
ハツがションパイなので、うん、相手に上がらせないことと両方考えたってことですね、うん、これ面白いですよね。なんか順目感覚的にはすごいいいと思うんですよ。そろそろ間に合わない順目でもあるし、うん、なんか組み替えてその、まあ、ここからウーピンにくっつけて愚形払うとかしてる間にリーチとかテンパイとか入っちゃいそうだし、うん、でしかもハツポンって言われてから切るのってもっときついじゃないですか、うん、だからこれすごいいいと思うんですよね。なんかへえ面白いな、うん、面白い。ハツ切っちゃいそう、まあ、実際ハツ切るとポンテ入るんですよね、うん、ハツを抑えながらちょっと苦しい形だけど、うん、他の人のテンパイを入れずに自分もいいシャンテン、このハツブロックによってね本当このテンパイを遅らせて、トイメンさんもねこれチーして三蔵打てばハツバックのテンパイではあるんですけど、打っちゃうとやっぱ2着順ダウンもあるっていうことでね、ここ泣けなかったんですよね。3900打つと2着順ダウン、はい、まあ、ただ現状トップ目っていう感覚はないだろうからな、うん、2着順ダウンっていう気はしないけど、うん、ただまあ初バックで押さなくてもいいか、うん、だいぶ不利な勝負ですからね多分、うん、まあ、しかも出てく三蔵も危険牌だし、うん、でなんと上茶さんから同走切りリーチが入って、これ多分見落としだと思うんですよね。振り転換三蔵なんですよ、三蔵多分見落としたと思うんですよ。さすがに見落としっぽいね、カウソにすればいいもんね、はい、特に序盤で自分に切ってるやつ、うん、結構意識から抜けちゃうことあるんで、多分これは見落としだと思います。筋で出せって、うん、ああって出ても上がれないそしたらね本当この同走によってテンパイが入り、そして初ポンで同走、うん、通ったし、同走通ったから三蔵が出て、三蔵ローン、ね、ダブロンだけど一人上がれないそうなかなか珍しい結末だね、うん、そうなかなかの、いやトイメンさんもこの三蔵はねさすがに押すと思うんですよね、うん、このテンパイで、はい、で 5% 上がって、トップ目でデンキちゃん、おお、もうめっちゃいい手、うん、めっちゃいい手、このリャンワンは泣かないでいいですかね。リャンワン泣いたらカウアンがまあまあ出てく構えになるんで、うんうん、泣かなくていいかな、出てかないこともあるけど、まあなんか出てくこともあるみたいな、うん、で数ピンが重なって、うん、これだとすごいポンしたい形、うん、あこのパーソー先切りはいい ね、 そうですね、これはもうドラにこだわらず切っちゃった方がいいですね、うん、パーソーなんて全然使いにくいし、うん、でスッチワンが3枚打たれるんですよね。これは1枚目からチーですね。1枚目はどっちでもいいんじゃないかなスッチワンもう薄くなってきてるし、まあ、チーして次のなんか出てくるのをローンしたいのと、まあ、一応数ピンの両面変化ですかね、うん、ここはこれはする、え、なんと泣かなくても別にいいことないよねまあいいことは本店とかでよりいい街になるとか面前転廃するとかですかね。本店は ロンだからね、チーして出てるかどうか分かんないんですまあ確かにチーの方がちょっと目立っちゃうけど、うん、脳天よりマシかな、まあ、スッチワンは結構良さそうだなとかもあったのかもしれないですね、うん、さすがにちょっと4枚目見逃せないとでここからしばらくは押すんですが、下茶がピンズっぽい、上茶がソーズっぽい、ソーズが余りました。脳天にしても OK なら、そうです、ね、適度なタイミングでやめそうだね。そうとりあえずパーピンはまだ行くと、パーピン通ってるかな、うん、トイメン通ってるし、うん、まあ小さいリスクは多少あるけど、うん、パーピンぐらいは行きましょうと。で E ピンも余りました。9層ぐらいはポンされてる、9層、うん、パーソーワンチャンス、チーソーもワンチャンス、9層ぐらいはいきますか、まあ、いきますか、うん、ででんパーソーパースーパーソーはちょっと怖いね。うん、まあ、上茶さん、まあ、着順は多分上がんないけど本一で素点回復しようって感じの仕掛けに見えますよね、うん、やっぱりでマンガン打つと2着まで落ちる、うん、羽マンはなさそうだけどこれはやめそうですね。おワンチャンスだけど、まあ、打ったら確実に着順ダウンするし、うん、待ちもあんま良くないっていうことですね。カリュウさんもしっかりここでやめた、まあ、いいタイミングだと思いますよね、うん、これ復活の数層が振り点ですね。これは転廃宣言しないやつですかね、うん、そうですね、これ流局すると相当伏せたいですよね、うん、でここでしっかりと転廃崩して流局で伏せると、うん、素晴らしいということで1戦目しっかり接戦を制してトップを取りましたと。仕掛け判断がやっぱ面白いですよね。そうですね、うん、そんな泣き寄りの人でもなく平均的なところでしょうね、うん、これはね。でもなんかその愚形とか低打点とかを嫌うっていう感じのこだわりはなくて、なんか柔軟性があって、うん、乱打戦に強そう。うん、はい、それでは2回戦の方を見ていきましょう。1回戦トップだったカリュウさん、ハイパイは悪い、悪いですね、これは悪いですね。国士も厳しい、こういう時どうしましょうね。タンヤオですねこれは聞く人が悪かった V タンにするかは分からないけど1と9を切っといてどうにかなるかな。なんか最近ハイパイ寄りもね、大井さんとかが布教して結構流行ってると思うんですけど、このぐらい悪いとハイパイ寄り全然選択肢に入ってもいいかなと思うんですけど、個人的にはどうでしょう。いやーなんとかなるっしょポジティブですねとりあえずまあでもなんか1段目9ピン切る人は多そうですけどね、うん、
はい、9ピンからこういう相当悪い手牌の時に序盤とりあえず普通に進めていい積もだった時に参加するか、もう初めからチート率とかで決めちゃってもう闇気味にするかって結構迷うんですよね。まあ次ペイ切るかイソニャンソ切るかはなんかどっちでもいい気がして、まあ、これはイソニャンソになるかな、まあ、ペイでもいい。僕もちょっと悪いぐらいだったら基本手ないで進める派なんですけど、これはちょっとでは済まない気がするな。だいぶ良くなってきた。とりあえずマンズに寄せる感じで千三を払いますか。なんかちょっと上がりそうになってきた。だいぶ良くなってきたんじゃね。お、タンヤオですねこれは。もう9万イーマン切ってタンヤオですね。お、ほらタンヤオになったじゃない。ほらあのハイパイがもうタンヤオですよ。安全に上がりに迎えるかは疑問が残るところだけど。お、お、いいシャンテン。まさかの一番乗り。いやでも 2種類受け。うお、しかもなんか3ピン良さそうだぞ。これはリーチもありか。1ピン早い、2ピンが3枚見え、良さそう。これ僕は結構リーチしちゃいますね、ドコンで。リーチ。うん、3ピン山さん。誰ですか、ハイパイ降り。すみませんでした。ハイパイ降りで真ん中から切り出してる人は、これ手牌全部が捨て牌にあるよね。ひどいことになってるね。いやー、諦めないといいことはたまにはありますね。やっぱほぼ折り気味になってる人がそこそこの割合でいそうですね、これ。いつもタンヤを裏一。おお、素晴らしい。すごいな、こんななるんだ。最高の上振れをキャッチした感じですね、なんか。参加することの大事さっていうのはやっぱこういうところにありますね。今のはちょっとうまくいきすぎ感はありますけど、でもまあやっぱり数繰り返してるとああいうこともありますし、あれよりちょっといいぐらいのハイパイでもやっぱやめ気味に打つ人多いと思うんで、それは良くないと思うんですよね。手詰まっても14枚ありゃなんとかなります、最初の数順は自己都合で進めるっていうのは結構僕も麻雀教室でよく言ってます。いいピンポン、役はよくわからんが老僧から切って自敗が後に出てきてるんで本質ですか。大体でもイーソー酸素切ってピンズ残すしかないかな。いいピンポンなんですよね。ここでジャントを作れそうって思いきや意外と厳しいんですよね。3ピン1枚切れで、2ピン2ピン切っちゃうもありですよね、まあ、特に数ピンから打っといて2ピンは受けは残しつつ。でもソーズ切るかな。4トイツだしね。足持ちさんがめっちゃいい。アニアはカーカドラですね。カーカドラ、ダマテンもあったけど、まあ、下茶と色も被ってるし、2巡目早いし勝負だって感じですか、これは。しかも1回戦トップの下流さんがトップ目っていうのもあり、ハネマン引いてまくりに行かなきゃって感じですね。おー、数ピンで頭ができた。数ピン切らなくてよかった、ヤンピンを勝負した、ね、ワンチャンスで安牌も3万しかないしって感じですか。ピンズの本一がいるし、まあ、だいぶ通りそうか。安牌1枚だとなんかリャンピン押しそうですね。その後折り縫いしても結構リャンピン切ることになりそうだし、そして上茶さんからもかけリーチ、これはやめそうだな。これは やめるね。これはリャンピンでしょう。まあ、リャンピン打った後地獄ですけど、それでもリャンピンになりそう。ワンチャンスのパーマンか、お3ピンも通りそう。シーソーが通ってる、なんとかなりそう。ギリギリしのいで、はい、いい曲。林プロジェクトさんもね、まあ、1回戦ラスでやっぱりトップ取りたいっていうので、これ親でしっかりカウンスを追っかけたのいいですよね。まあ、そうですね、これはリーノミいきそうですね。リーノミだけどやっぱ状況的に相当押し有利というか、3個の手代わりとか待ってる場合じゃない、両面手代わり待つよりは即利しちゃって良さそうですね、これ素晴らしいリーチ判断だと思います、イシャンテン。グケリーノミになりそうなイシャンテン、だんだんやる気がなくなってきました。パーピンが2枚切れたところで引き気味に、安全範囲のトーンをまあ残しつつ、キューピンも結構安全なんでって感じですね、これ、いいんじゃないですか。ドラを使いたいという感じで、3ピンも逃げになっちゃった。お、でも残したハツが役割イシャンテンなら取ると、これハツポンして換算ピンテンパイ取るんですかね。取るでしょう。あんまり上がれなそうですけど、なかなかったらもっと上がれないんで。お、2金リーチ。まあ急走ですか。そうですね、お、おじゃないか。チーして初か3色してどうするんだこれ。しないですね、これは。これはしないですね、僕も、なんか K 点って言ってもさすがに順目早いし、その後安全に役割転廃になる牌が多分ない。これはちょっと安牌引く抽選を受けたいですよね。で安品が当たりだ。7700。1難しいな。難しいですねこれ。親が初泣いて、僕はウーワンを切りそうですね。まあ瞬間の受け入れは減ら、まあ、あんまり減らないっていうやつですか。でまあその後ウピにくっついたらチーワンパーワン切るって感じも。イーソー切っ
ってなんか赤ウソ使ったカンちゃん固定は気持ち悪いので、それはちょっと気持ち悪いですね。かといって赤ウピンを切るほどでもないし、ウマンチーマンを切るほどでもないので、うん、僕はウワン切りそうですね。うん、おおこれはG1 Q1 か、 G1 Q1 か Q ピンかどっちだ、どっちでも良さそうな気がする。うん、毎順のようになんか選択、うん、赤くなってるけど切りそうだな。まあ2風呂入ってるんでもうやめるならリャンピンとかキューピンの方がまだ切りやすい。リャンピンはまあなんか愚形もしくは食い伸ばしにしか当たんないって感じですかね、うん、食い伸ばしもおかしいか、パーピン、あ、まあおかしくはないな。リャンピン切るか押すかって感じかな。おお、やめた完全に。おでまあこういう時ってやっぱりその何が当たりうるか、まあ主に本命牌として当たりうるかっていうのをカウントするのが結構大事だと思うんですけど、フォ、うん、ーズだと結構リャンウソが多くて、まあローソーまたぎも若干ある、うん、G ソーパスソーで、ピンズだと愚形以外だとイースーピンぐらいしか多分当たらない、うん、マンズはリャンワン2から7番とかなるね、まあ、そこに対してこの手からリャンワンの補充リスクを負うかどうかって話ですよね、うん、リャンワンリャンピン両方はいけないって感じですね、うん、ただこれボーっとしてるとリャンワンぐらい打っちゃうこともあるんでね、これはちゃんと止めましたね、うん、安そうなんで結構打ちたいっていう人は多いとは思いますけどね。赤赤自分が持ってて相手はドラ切っててマックス日給は3号、まあ、ただこの手で見合うかっていうところを冷静に判断したのが素晴らしいと思います、うんうん、ご褒美というか、うん、横移動がありました。おお、ハンデ前横移動、うん、まあ、これ補充回避して横移動で済んでるっていうのはすごいいいことですよね。そうですね、うん、リーチが勝ってチュン当たりじゃないですか本当だ、色ついてる。安牌なし、現物はリャンピ ン通りそうなのがリャンピン、イーソー、まあややイーピンぐらいですか。リャンピン抜くかチュンぐらいいくか、一応親粘るならイーピンとかチュンとかって感じですけどね。うん、あ、まあイーピンよりはチュンかな。これは痛い。この瞬間の補充はそんなに悪くないと思うんですよ。リャンピン抜いて気合折りするかどうかの比較でやや折りかなぐらい。僕はどっちかというとこのなんか一巡前の方がちょっと気になってて、ここですかね。一枚切れのトーンとションパイのチュンどっち切るか、はい、僕はもうちょい早ければ迷わずチュンを切るんだけど、この順目だとそろそろチュンを抑える側に回ってもいいかなと思いながら、でもスーピンのくっつきがあるからやっぱそうですね、瞬通かな。瞬通の種としてイーピンは結構、うん、残したいかな。数ピンが浮いてる感覚ですよね、うん、そうするとギリギリチュンからいってもいいのかな。ダブトンだし、うん、考えに考えて普通にトン切りそうです、ね、じゃあ問題ないし、うん、僕結構こういう時1枚切れ残してなんか公式兼用でっていう感じで、そうそう、なんか先に切りたいなって感じになるんですけど、なんか別にポンされてもこの手だったらまあいっかって感じになりそう、うん、なんかテンパイ近い時はちょっとポンさせたくないなって考えになんかよるんですけど、うん、結構今回テンパイ遠いからなんか流れてもまあそれはそれでいっかって思っちゃうんですよね。ね、最近結構こういう待ち取りする人増えてきたんですよね。あの上がり率が実は大差なくて、うん、はい、上がり点は自敗シャンポンの方が高いってやつね、うん、特に今回スッチピンってだいぶ両面の中では悪いじゃないですか、うん、ドラ表自敗もチーピンだし、トン切りそうですね。イシャンテン関数層とロッキー層のイシャンテン壊して3層とかでも泣かれるかもしれないし、うんうん、これはトン切りたいですね。なんかそんなに絶対高打点が必要じゃない点数状況なのもあって、なんかトーン打って上がり率高めたい感じがしますね、うん、これは。そしたら神ちゃんさんの中でこれでちょっとやる気はだいぶ失せるけども、だいぶなくなりますね。切る牌はないんでしばらくは上がりに行くしかないですね、うん、こういう時の立ち回り本当難しいと思うんですよね。ドラポン相手にまっすぐは全然お好きないんだけど、かいくぐって上がれるなら上がりたいみたいな時の手の組み方、うん、まあ、例えばパワー1先に打つとかもあるじゃないですか。そのもううまくいった時だけかわせればいいやっていう感じで、Eピンはなんか相当後からでも切れそうだし、でもなんかマンズは普通に一杯勝負になっちゃうから、うん、で後で切りやすい牌をストックしとくみたいな感じで、これはなんかやる気出た3色になりそうなイーシャンテン、まあ、くっつきのイーシャンテンなんで3層かな、うん、単ヤオまで見えてきた。キューピン切りたいな。とりあえずキューピン円3万の1普通は開智。これチーテンも取らずリーチなんだ。チーテン取ってないですよね、うん、これ多分チー数と数層がさすがに見合わないっていう判断ですね多分、まあ、面前テンパイなら見合うっていう。上茶さんは回線ラスだから行くしかねえって言ってローワン切るか。さすがにこれは全部リーチ無視ですね。チーテン取れますがさすがに無理か。これはチーマンは全員に対して打てないんで無理だなこれしかもパーワン切りテンパイならいけそうだもんね。ただまあ大体やめるけど
ここでまあパワー1ですかね。チーピンが一応一番瞬間は安全そうですけど、まあでもパワー1もほぼ通るからパワー1だな、うん、さあ3ワン掴んだ。ローワンが切れる、うん、お復活。おリャンピンってことはリャンピン押すんですよね。いやチーソー点点の三面ちゃんで2人に対して勝負、うん、やっぱこの状況における最悪は神ちゃんに報酬。なんか神ちゃんの上がり自体も結構やだし、うん、まあ自分の上がり抽選受けられるなら押す価値ありってことですかねこれは、うん、あペイが、うん、いやこのリャンピン押しはなんかなかなかできないな。お小林さんこういうの結構そう押しそうですね、うん、お強卓一本日本橋シャーチャー。これは泣くのはシャーだけかな、うん、これは僕も泣きますねこのシャーは。お安心して攻められますね。ドラがチーピンだけどパーピン形上はパーピンが一番いらない。あただ E1 は一応1枚切れで E1 切りもあるか。あ合わせ打ちなんだね。合わせ打ちでローワンスーピンパーピンにくっつけて、うん、まあ3層か。この手でどうせ後からローワンやらスーピンやらパーピンやらを無造作に切れないから1枚ぐらい先に逃がしとくかって感じなんですかね、うん、うわやめた、うん、へえ。うんやっぱ間に合ってないっていう感覚でしょうねこれは。もう2人仕掛けててかなり余っててやっぱこんな手から報酬したくないっていう。小林さんの僕1個弱点だと思ってることがあって、フードがね入り乱れる環境で急に報酬率上がっちゃうタイプだと思ってるんですけど。ああそう、うん、よく知ってるねまさにこの局面って結構そういう状況だと思うんですよね、うん、1人相手とかだとすごい正確に押し引きピント合ってるのが2人3人仕掛けてる時に報酬しがちみたいな、うんうん、まあ、誰でもそうかもしれないけどこれはね、うん、誰に対してどう対応しようかが、うん、ちょっと脳みそが足りないですね。二間リーチほどではないとはいえ丁寧に対応するって結構大事だと思うんですよね、うん、そうそう引きすぎると自力になっちゃうしそう最近いい手ですが、おここでペン3層払ってるのおしゃれですよね。白切るとちょっとブクブクすぎるか、うん、順当に一手進んだ時にちゃんとした安牌候補を持てる、うんうん、おこれは目いっぱいか。山さん食ドラドラのイシャンテン、これは全部泣きましょう、うん、いやーリーチかかった。あ、神ちゃんの手が大変だおおフランコもうとりあえずこっちは折りですね。もう折りますか。まあパーピン打ってテンパったら E1 勝負するかって感じだね。うん、ウーピン勝負するほどではないですかね。パーピン打つかウーピン打つかの二択な感じはしますね。タイヤを3色ダラダラのイーシャンテンまっすぐ、うん、まあ、点数状況的には確かに8000もしくは1万2000上がるとだいぶでかいね、うん、へえ強気だなこれ、うん、いやまあ E1 の方がいらないから強気だね。 あれあれ一発もリーチ一発もトイトイ3アンコ赤3アンコではないなはい、リーズもトイトイです。これ1回戦ね、ラスだった林プロジェクトさんがこれでダントツで、これも完全にまくってますよね多分。素点が500万か、そうだね、うん、かなり素点大きいルールなんで7万点差ついてるんで、これ7着順分差ついてるんですごいな大差がついてますね。とりあえずまあ親あるとはいえ2着狙いになりそうですね、うん、これは全力で1回戦まあトップラスなんで、とりあえず2着までいっちゃえばね、オーダスじゃない、うん、最終戦ほぼ多分着順勝負ぐらいにはなるのかな、うん、ということで3万ポンから、おいい発進ですねこれ。おお、あとは理想的このままいきそう、うん、点数状況を考えて何かするっていうよりは手ないで打つしかないって感じですね。そうだねリーチや赤いチになるかな、うん、おつまりカンチャンカンチャンと引いてここまで僕全部一緒できましたが、うん、これはロソーか、ロソーを切りたくなりますが、うん、まあ、僕はあの捨て牌見て何色がいいかなとかですごい判断しちゃうタイプなんで、うん、想図がダメっぽいんでやっぱロソーかなり想図がダメっぽくてまあなんか相対的に他は相当良さそう、ただちょっとウーワンドーワンは薄すぎる。まあ想図が高いんで想図切りそうだけど、うん、状況によってはチーピンかローワンもありかなって感じだね、うん、なんかスッチーピンは結構そのまま今リーチいける一番いい街って感じで残したいですね。まあ普通はローソーです。スッチーピンとウーアンローワンどっちでリーチしようかなを考えながらやってますね。うん、カンチーワン2枚切れか、2枚切れだけどカンチーワン悪くなさそうだな。この3人が5、6切ってるがなんか、うん、まあまあ持ってないかもしれない。
あ、チーワン持たれてた。一番速い人はチーワン持ってるんですよ。おお、ここで、うん、まあ、これは結構何でもリーチの構えですかね、うん、こうなると。おお、ラスワンじゃないけどうまくいった。まあ、これはリーチですね。うん、まあ、カンリャンピンは山にめっちゃいるのに、めっちゃいるのに、ワンパイ3枚のまま流局です。ワンパイ3枚。うん。うん、赤赤。もう1、9、10を全部切っていきましょう。ペイの切るタイミングはどう考えるべきですか、こういう時。基本1、9、厄介を切って最後にかなって感じ。うん、まあ、重なりが普通に嬉しい形ですしね。うん、でもっと打点関係ないとこだったら1、9、ペイといく感じですね。うん、リーチが早いっていうほどでもないか、厄介から打つわけでもないし、うん、重なりも見たいしっていうことで。うん、お、重なった。とりあえずトンパーソー。おお、厄介の重なり見た。5、6、8だからそんなに、うん、そうだね、うん、2面ってなかなかできないですね。うん、それよりトン1枚引くのをロスするのが痛いね。うん、おお、でここで形決まって初と。形は決まってはないけど、決まってないけど、ここで1枚家のトン残して初の方先に逃がした、うんうん、なんか自敗が高い場だから初切っときたいはあるかな。どうだろうね。みんなが結構1枚溜め込んでる感じですが、はいはいはい、特に上茶さんとかは結構、うん、なんか点数状況的にも無理しない感じのチートイスとか、うん、自敗溜めたりとかしてる可能性高いんで、普段よりはなんか仲えなそうな感じはしますよね。うんうん、ピンズは全部泣くつもりだろうけど。おお、すごい、赤さんになった。赤さんドラドラで、リーチがかかってる。まあ、リーチだな、これは多分、うん、これはリーチですね。うん、まあ、ペイがうっかりいるかもしれないんで、1、おー、何がいた。おー、なんとこれ何点ですか。倍万ぐらいありそう。リーチ一発も何、これでトータルも並んだぐらいかね。うんうん、並んだどころかまくってるんじゃないですか。トップクラスだと補填もついてるし、うん、まだ瞬間はまくってるかな。うん、ただこれで最終戦着順勝負かなっていう感覚が必要です ね、 ですね。まくっちゃえばもう勝ちですしね、しかも、うん、これはどうすんだろう。チーソー切ってもいいけど、カンリャンソーとカンリャンは選べなかったらチーソー切るな。そうですね、選ぶならいいソー切りですね。1枚切れ、うん、1枚切れ多分、うん、こういうのもよくわかんないんですよね。結構手癖でチーソー切っちゃうんですけど、ポンできなくてもいいかと思っちゃうんで、うん、なんかチーソー切りも悪くないかな。強い両面決めといて弱いところが先に奪うといいなみたいな。お、チーソーポンできた。そしてここで形を決めた。パーソーはかなり安牌として優秀と、うん、なんか中盤の構え方がすごいなんか上手な気がしますよね、見てて。なんか序盤はまあ基本的に手組み自分の鉄棒で打つけど、うん、やっぱ中盤になるとこういうローワンとか先に打ったりをよく見かけるんで、うん、この辺りの感覚がすごいなんか優れてるというか、これがやっぱりアガリーズと宝珠率のなんか、まあ、確かにね、うん、数字の予算出てるんじゃないかなと思いますね。うん、なんか中盤の入り方がすごい上手い気がする。はい、ということで、まあこれで大体2着受け入れですね。あとはこの小屋だけ落とすと、あとはこの3万点差をまくられなければ、まあ大体着順勝負、うん、こういう結構点差離れてる時ってどのぐらい自力で決めに行くかって難しいと思うんですけど、ただこの局に関しては多分素点も関係ないぐらいなので、うん、オーラスのトップ目な感じかな。上茶さんが上がってくれそうならちょっとまあなんか任せる感じもあったりとか、うん、まあ、トイメンさんとか自分の手の良さと他の人のやる気次第ですかね。うん、で上茶さんがやる気を見せて、これ打つとどうなるかちょっと条件わかんないな。どうなるんだろう。高いの打つとちょっと条件厳しくなるかも。うん、1回戦が多分まあ3万点ないぐらいの素点差だったと思うんですよね。でトップラス22,900 差だった、うん、52.9 差、うん、で現状40差がついてるんで 12.9 差、11ポイント差ぐらいだったとしたらほぼ着順勝負、うん、これ打っちゃってもまあそれはほぼ変わんなそうですよね。打ってもそうですね。逆に上がりを潰せればちょっと条件突きつけられるのか。いや仮に15ポイント差とかになったとしても5000点差の着順勝負ってほぼ普通の着順勝負なんで、強卓2本3本場2000点直撃とか結構でかくないですかこれ。そうでもない、一着順では届かない可能性が、一着順の7000点差条件とかって大体クリアできるでしょちょっと条件って感じ、条件があるっていうだけで実際はほぼクリアで、うんうん、これややこしくてよく分かんないというかすぐに順が出ちゃった、うん、8000でこれでもう完全並びだね、うん、ほぼ並びですね、もう完全に、うん、これで50、51ポイント差だからもう1桁ポイント差だ、うん、これはもう完全着順勝負ですね。これ条件戦慣れてない方にはあの分かりづらいかもしれないんですけど、
一着順で10ポイント差がつく麻雀って10ポイントリードから10ポイントマイナスまでが着順勝負なんですよね。もう着順上の方が勝ちっていう、うん、あとは他の方がその条件絡んでくるかによって多少変わるとは思うんですけど、うん、他のモロミーさんとトッツァンさんは相当厳しいかこれは、うん、この曲8000打ったところで実は着順勝負が変わらなかったという感じですね、うん、珍しいケースですね、うん、だから押しどくみたいな